それじゃあやっていきましょう。焼きつく実況パート、焼きつく実況じゃない、清宮がもしも4番でスタメンで使われ続けたらシリーズのパート26です。どうも、アザラシです。やっていきましょう。もうね、8月中に上げるっちゅってんのにね、残りあと8月が、2時間ほどで終わっちゃう。2時間ないな、1時間40分だな。だからもう撮り直しなし、編集なし、ベシッと撮ってバキッとこうエンコードしてベベッと上げるから。今3週前半だから2つ分いっぺんやるんか。大味だな、最後駆け足だな。最後こそゆっくりした方がいいんじゃないか。それはごもっとも、ごもっともっていうか、そうあるべきだな。どうすっかな、どうすっかな。ゆえぎぐい、金子誠怪我はちょっとそれはまずいですよ。セカンドできるのが奈良原だけ。ほほー、ハードな練習させすぎた。これがよくねえとこだな。金子誠かい、キャー、これは大失速あるぞ。今ちょっと慌ててます。金子誠怪我、何やズタボロになってしまう。おい、外野だけじゃ勝てんぞ。まあ1ヶ月なら日本シリーズまでには戻ってこれるか。までには戻ってこれるな。おい、全然内野手が、野手がめちゃくちゃ少ないやんけ。3人しかおらん。これで組むならそうだな、仕方ねえよ。セカンドに清宮を入れる、アホか。セカンド、ショートに田中健介、セカンドに奈良原、そして打順違う、ファースト稲葉、ファースト稲葉、そういうのもあるのか。ないです。石本DH はおバンドに任せたい。どうするんだ、守備か。さすがにおバンドより稲葉の守備がいいでしょう。これで一応打順考えるけど、田中健介打率だけはいいね。まあでもそうは言ってもだよな。どうすっかな、新庄1番に使い続けてるし、2番小笠原がいたくねえし、いや田中健介を、まあ、しょうがねえな、これはしょうがないな、この打順はしょうがないな。こうでしょうね。厳しいな。こんなに野手が少なくてええんか。ひえ、優勝逃す可能性あるな、いいとこにいるのに。これもリセットしてやり直したいな、やり直したいまである。関根、うふ、新庄、小笠原1本出てる、坪井出てない、清宮に1本、おばんどに2本、稲葉に2本、田中には1打点、犠牲フライか。まあ勝ったんでよしか、1つずつ勝っていくしかないですな。ブン、おお、危ない橋を渡っているな。おばんど、田中、おばんど、田中、稲葉、海が割と活躍してるな。西武にすごい勢いで勝ってんな、こう見た。さっき一瞬だけ。うわ、誰投げ出したらいいんだ。これも別に負けていいカード。おい、3連勝、謎の3連勝。これで今、近鉄今見た 4.5 ゲーム差でしたね。
セーブには多分ほとんど3勝10何敗何勝3敗10何勝ぐらいだったかな、19勝ぐらいだったかな。セーブにはものすごく相性がいい。残り何試合だろうね。今 4.5 ゲーム差。5バンドがやっぱ調子がいい。5バンドが調子がいい。あ、一応強いな。さあ、どう回していくでしょうか。どうして回す、どうやって回していくべきなんでしょうか。練習見ずに飛ばします。オリックス決戦。ガンちゃんいけるけど、ガンちゃんいけるけど、どっちがいいかな。ガンちゃんに巻きはつけさせたくないぞ。でもガンちゃん行こう。でもガンちゃん行こう。ガンちゃん、うし、素晴らしい。なんていいピッチングをする。これがイエスってやつだな。三振数が、三振の数が2しかないんだが、ちさ逆に球数少ないんでね。91球で降りてるね。石井宏敏を取ってるのも構想してます。いや、野口のホームラン、わざわざ坪井、新庄ホームランの後、オバンドホームラン。やっぱオバンドが素晴らしいな、うちのチームってのは。これでブランデンがいればな、最強だったんだよ。やっぱ稲葉獲得は愚策だったな、やっぱな。あの稲葉とはいえ、そして田中健介の打率が、田中健介の打率が急降下している。うわぁ。これでええんか？ええか？ええな。ぐ。ひでぇ。ひでぇな。桜井が打たれ、原田が打たれてるな。中継ぎはもう大体炎上してるって感じか。トヨタかな。よし、いいぞ。トヨタのピッチングを見よう。9回4安打奪三振9、素晴らしい。文句のつけどころもねえな。小笠原の2点本塁だ。オバンドが1点、その後田中が1点、オバンドの2点本塁だ。新庄の2点2安打中宇宙だ。宇宙間の絵のヒットが2点になっておりか。4.5 ゲーム差。差が一応縮まりませんね。開きもしないが縮まりもしないって感じ。というか、オリックスが追走してきているね。オリックスは近鉄がかなり追走してきている。オバンドの打点はすごいな。99打点。小笠原の打率は3割4分9厘。最多勝レースも過激になってますね。星野伸之、オリックス、元オリックス、阪神。星野って最後阪神の後引退したっけ。その後オリックスみたいな気がするんだが、さあ行ってみましょう。どんどん進んでいきましょう。ここでまあ怖いね、ロッテ戦ですね。ロッテ戦はまあやったからいいね。次がどことのカードかは分からないけれども、それをまた流していきます。稲葉、これも稲葉変えていいだろう。稲葉変えていいだろう。はいよ、石本でいいや。でいいや。調子悪い選手を。中継ぎの炎上ぶりがすごいね。石井宏敏大炎上か。で清水大炎上か。左の2枚がもうダメだな。もう無理がたたってるって感じになってな。山本投げさせたいけど、防御率考えたら関根でいいんか。ここでも変えられます。関根が踏ん張ってますな。スコア的には打者が打ちまくってる感じ。うん、誰投げさす。ガンちゃんか。最多勝争いはやっぱりガンちゃんを
投げさせないでは勝ち取れん気がするな。ついにマジックか。かなり不安なマジックだなこれは。今なあのすぐ結果のところに行かなかったから、まあマジックなんだろうなと思った次第でございます。これ見たかったな試合。近鉄と 5.5 ゲーム差、まあかなり優勝は近づいてるな。優勝は近づいてきた感がある。ここで近鉄が負けたのかオリックスにね。1勝2敗でこっちが、まあ、2勝1敗で、この時はね試合数が135試合なんで、残りあと25試合ですね。25試合でまあホームバウンド100打点超えてる。まあ負けることはないっしょ。1週間に2回登板してるな、この感じでは。1週間に2回岩本が登板してるって感じ。そりゃ最多勝になるわ。ちょっとグラウンドの様子を見て、これを見納めとしましょう。今日のね8月最後の、清宮実況の見納めとなります。3カード目か。まあピッチャーで見たいね。誰を見るかは、どの試合に。ちょっとなんか遅いね。遅いっていうかカーソルの動きが怪しい。いやどうなんでしょうね。やっぱコーダーあげよう。新庄らしさが損なわれるかもしれんが、コーダーあげよう。こんなハードに練習させちゃいけないんだよな本当は、ね、多分。内野4人か、1、2、あ、5人か。でちょっと岩本を休ませます。次のカードはまあ門投げて最終的に山本で。待てよ、稲葉の調子が悪かったんで調子を上げていくと。新庄がね壺井がおかしいな。この成績でさ、このあれだよ、コーダ C で長打 B の新庄が3割1分6厘打って、コーダ B で総力 B の、まあ、長打 C だけどねの坪井が2割9分5厘だからな。焼きつく7不思議みたいなそこらあるな。一見コーダが高いだけじゃん。まあ打率とか、まあ成績もか、まあ球威が高い、コントロールが高い、この変化球がいっぱいあったとしても打たれるピッチャーはいるしっていう、うん、あでもピッチャーに関しては変化球が多い方が。おお、ダイエーか。ダイエーとは初のマッチアップじゃないですかね。この模式をシリーズにおいて初めてのあれじゃない。お、勝ってる。おこれで関根でしょうね。防御率争いがここら辺で下ろしてくれ。あーダメだ。あーもうここからか。清水すごい打たれてない。立山が今打たれたの。原田投手の様子ちょっと見るか。中継ぎ立山が 3.66、 桜井が 2.55 でいうか、石井としても打たれてるって言っても、まあ抑えてる方か。清水だな。清水と原田だな。特にひでえのが。さあ岩本です。ここの試合勝ちたいぞ。ということで皆さんお待ちかねの、待ってねえよってなるんだろうけど、お待ちかねの試合でございます。お、福岡ドームですね。福岡ドームでいいかな。ヤフオクドームか。まあこの頃は福岡ドームだ、ね、福岡ドームですね。城島がいる。松中、井口、国母、鳥越、村松、芝、
柴原で最後秋山だ。センター柴原。全員いた？今全部いた？全員いた？ピッチャーいってないんだ。まあこのある意味最強と言っていいダイハード打線の頃の福岡ダイエーホークスに当たるんだ。まあまあまあちょっとやそっとじゃ勝てない。打ち勝つしかないよね。ラジオって誰？壊れかけのあれ？セカンド誰だ今？井口か。井口がショートでセカンドが鳥越か。なんかイメージ逆だったわ。鳥越がセカンド、鳥越がショートで、さあ清宮だが、さあどうだ？犠牲フライか。いや犠牲フライで十分っす。よし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 。すごい早かったね。ダイエーどうした？ FDH どうした？ダイエーって言っちゃうな、つい。ホークスだな。ホークスって言っとこう。ダイエーじゃねえな。もうダイエーが球団持ってたのっていつだよって話だよ。ホークス。さっきのエラーというかミスが多すぎるな。これは歩かしでしょう。いや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 。いや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 。今のはちょっと疑惑のプレイだ。最後滑り込んで欲しかったな、セカンドランナーには。すごいね。抑えれるとは思えんな。ホークス打線。北部。強えわ。ホークス。強えわ。多分こっちより打線の破壊力が上だな。キャッチャー城島か。肩は強いぞ。ギリ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 。いなばバントさせたいな。バントさせたいな。一球バントしてみるか。バントの構えで。何やっとんじゃこいつは。今バントをさし、バントの指示出したらストライクのボールはバントをしてくれ。もう一回バントの指示を出そう。投手を動揺させていく。お？おお、国母だからか。この野球作りにおいては国母はそんなに守備はいい方じゃないです。それでもってランナーが二塁にいたからね、三塁につかなくちゃと思ったんだろうね、きっとね、コンピューター的にはね。こう、まあ、もし仮にセカンド盗塁したセカンドに盗塁した田中健介が二塁にいたから、もしかしたら三盗もあるかもということで国母がベースについていたと。それで三塁へのバントが。なんだと。あれ、何のトリプルプレーっつうのかな。3、4、5、5、5、4、3、5、6、3。まあまあ普通に543のダブルトリプルプレイか。トリプルプレイは珍しいですね。トリプルプレイは珍しいですね。いやー運も味方についてないな、さっきから。トリプルプレイは珍しいな、焼きつくで。なかなか見ねえよ。さあ足の衰えた奈良原ですが、盗塁は成功するのでしょうか。成功。また得点圏にランナーを進めてしまった。得点圏の信条は強い。強いと思いたい。得点圏の信条は強いはずだ。全然じゃねえ。
得点圏の坪井は小笠原だった。小笠原は強い。ただ小笠原を信じるな。まあ打率3割4分8厘だからな。打率3割4分8厘の29本の80何打点の22盗塁だろ。トリプルスリー狙えるぐらい。お、割と行ったかなと思って見てた。ヨシンバ行かなくたとしても、行かなかったとしても、あのフェンチョクはあったかなと思ってた。そういう目で見てた今。いかんねえ。次のあたりで、なんか清宮の打席だけは注目していきたいのに。後ろ取ってくれ。このよし、さあ清宮だ。清宮に注目してくれカメラ。なぜかこれ R ボタンを押すとすぐピッチャーが投げるんだよな。見切れてる。清宮見切れてます。見切れてます。うん、なあ、もう三球三振。おお、清宮に注目するよりもオバンドの打席に注目した方がいいかもしれんな。今ノリに乗っとるわ、ノリに乗っとるわ野口。うんうん、ガンちゃんは頑張って投げてるんだろうな。で奈良原三振。坪井新庄がセンター前即座に盗塁。完全にあのゲーム的な戦い方してるね。普通こんなに盗塁は決まらんわ。なんでこの野球のゲームってさ、あの盗塁が簡単に成功するんだろうね。もっと盗塁の成功率下げてほしいなと言いながら盗塁してしまう。そこのところリアル感がないよな。おっ、これ完璧に捉えたあたり。フェンチョク、ナイスはホームラン。いや、フェンチョク。フェンス直撃の位置。今はね、福岡ドームのあのテラス席ができてるからね。あの前の、フェンスの前に、ここら辺にテラスがあるから、もっとホームランが出やすくなってますが、と。あと、この頃ってさ、割と開閉してたよね。ドームの。あの屋根をね、この焼きつくでも、行かないか。焼きつくでも、デーゲームとかは、ドームの上を開いてたり、開くっていうのがあるんだけど、普通、デフォルト、普通に、デーゲームなら、夜は、デーゲームなら夜はじゃん、デーゲームなら空はね、ドーム球場だから上が、ほらほら空いてる空いてる、ほら見て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 、ドームだから上がこう全部空いてるんですわ。外が見えるっていうね。清宮ナイス。今の説明しづらかったところにきちんとこう内野フライ打ち上げる、うまさよ。今もうほとんどね、ドーム開閉しないんじゃなかったっけかな。開閉するのにお金がかかるとかなんとかなと。田中健介いい。まあ守備込みで考えたら田中健介いいとは言ってるけども、いいとは言ってるけども、やっぱ金子誠を使いたいよな。守備のこと考えたら、いかに打ったとしても、例えば田中健介が3割5分打ったとしても金子誠がいてくれた方がいいな。そういう状況です。いやか、岩本にガンちゃんに勝ちはつけさせられんか。これは6回まではいけるか。うん、厳しい。ちょっと待て、ニエベス歩かした方がいいんじゃないかなって思ったんだけど、
ちょっと見るか、この打席。なんとか内野フライで。よし、おニエルさん、アホ。ばっかじゃなかろかルンバですね。いや、運がいい。これは運がいいです。この回だね。山本に勝ちをつけるんだったら、この回に1点取らんと。7回に。吉田修司。138キロ。球は遅い。しかし、確か焼きつく的には、ここのパラメーターで言えば、カーブがすごくズバ抜けて、ダメだ、ライトフライだ。カーブがズバ抜けたピッチャーって気がする。焼きつく的にはね。一時期のこの時期の多分ダイエーホークスはなんかおっさん中継ぎ陣みたいな、この吉田修司とあと渡辺っていうメガネのピッチャーとあと誰かいたような気がするな。うん、なんかおっさんなんだけどめちゃくちゃこう防御率が良くて、そんなのあった気がするな。あと誰だ、工藤はその中に入ってなかった気がするんだけどな。工藤はまだ先発をしてるよな。この時期じゃないかもしれん。3割でキープしておきたい。坪井は常に3割より上の打率をね、今は亡き天秤打法、イチローですらやめた天秤打法。おっと、いや、さすがにピッチャー5、いや、まだ岩本の目は死んでねえ。そんな気がするっていうか、まだ投げれるよな、この球数なのな。まだいかそう、ガンちゃん頼む。てか59球少ない、球数少ない。正直ガンちゃんよりも抑えれるようなピッチャーがうちにはおらん。中継ぎでは先発ならいるよ、豊田とか投げさせたら、豊田とか関根とか投げさせたらまだ抑えれる気がするけど、中継ぎじゃん今は。ちょっとガンちゃんより上の選手がいない。さあ清宮だ、ここで一発見してくれ。よし、バカ、あれは松中か。ヒットです、現在同点。しゃーってと、これをどうするかな。ここは勝負でしょうな、勝負でしょうな。石本をピンチランナーで脱速盗塁。石本の足なら絶対にアウトになることはない。初球で。ちょっと危なかったぞ。初球から盗塁。で、ここで、オバンドの打席にかける。これ失敗したらもうほぼほぼ負けよ。負けじゃないけど、石本を外野に、稲葉をファーストにかな。うん。シフトには、シフト的にはそうなる。でも守備はダダ落ちになる。おう、考えてる。ここで田中健介ですね。しかし田中健介にはバントさせよう。いや、打たせるか。スリーバントでアウトになるぐらいなら、スリーバントファールになる。今2つのファールが、まあ、2つのバントがね、2つもなんか、篠原対稲葉。固唾を飲んで見守ってます。
2球種しかない、2球種しか。あのカメラを、この焼きつくの割とか、このカメラだよ、カメラ。一番見たい。このカメラが一番好き。野球中継みたいで。ファール打ったら変わるんだよ、もう。ファール打っても変わるし、牽制しても変わるんだよ、カメラが。一番見やすいカメラが。いや、サードはね。よし。ちょっとなんか、カクカクしてる。ファールでしょう。代打出したいけど、代打もね、出せないんですね。この野口の調子絶好調に、この絶好調の矢印にかける。お！よし！これは大きい。この勝ち越しは大きい。野口ってさ、今ヤクルトのコーチやってんのか？今日なんか、カープヤクルト戦見てたら、なんか野口って書かれた、あの、ユニフォーム、コーチに、の、背中、ユニフォームじゃない。こういう背番号が見えたような気がする。背番号じゃないな。背中のあの表示が、アルファベットが見えた気がするんだよ。野口、もともとヤクルトの選手だっけ？ヤクルト、日ハムの選手だ。いや、うろ覚えなことはやまい。やまい。野口がその後、阪神に来てたのは知ってる。ヤクルト、わからんな。確か、なんか古田がいるせいで活躍できないから、活躍できないっていうか、あの活躍の場がないからで日ハムに来たんじゃないかな。なんかまだいけそうじゃない、ガンちゃん。まだいけそうじゃない、これこの残りっぷり。うーん、他のピッチャーが疲れ切ってるからな。立山なら投げさせれるね。でも防御 3.6、 立山の方がいいか。この回立山に任せよう。防御率 0.1 違うっていうところで確率的な問題だな。まあまあ、ここは打たれんでしょう。特に進化があるから左には強いはず。ナイス新庄。おい、ちょっと待って、噂にバントはバカでしょ。バントはないぞ。バントは違うぞ。バントは違うぞ。クラノ。このクラノシンジっていうピッチャーもね、焼きつくでは非常にいい。なんだって変化球が、1、2、3、4、5、6球種あるから。1、2、3、4、5か。5球種。こんだけ変化球やるとね、さすがにいいバッターでも的を絞れないから。焼きつく的にはいい。でも、現実いると、カープのクリアレンみたいになっちゃうんだろうね。球種が多くてもみたいになっちゃう。球種多くてもあまりね、多いだけみたいになっちゃう。でも、このクラノは、スライダーもいいんですね。焼きつく的にはね。どうでしょう。おっと、変直。赤丸保険。ここにあるあの、看板広告は嘘だよな。ポテトリアンと嘘だよな。お？そうか。結局、守備が、あうぬんかんぬんなんか言ってたのに、全然、あれだったんだ。あの、石本にファースト守らせてたの今。すごいな。ファイヤーフォーメーションなんてもんじゃない。その守備のあれが怖いんで、できれば点を入れてほしいよ、バンド。いや、ダメだ。今のあれじゃね？どうしたんだ佐伯、何のための前進守備だじゃない？今の。ファースト踏まずにホームに投げた方が。どうしたんだ最近。これは暗黒臭が出たプレーでしたね、今のはね。どうしたんだ最近。どうしたんだ松中だな。ボブヒコ。いや、強者の野球だな。
走りまくりだな。モーションが怪しい、動きが怪しい。いや長いな今日、試合たっぷりになっちゃってんな。20分近く試合見てる、なんだかんだで。やっぱね、見てるだけで楽しいね特にすることないんだけど、ランナーが出たら一応守備を変えておきましょう。石本を稲葉と変えるだけだけど、ピッチャーはまあ立山のままでいいんじゃないかな。ミラバルでもいいけど、まあ建物が体力あるし、4点差だしね。もしも1点取られたらミラバル投入といたしましょう。最終回マウンドには前回から買いまたぎをしている立山ですが、最初のランナー井口をセカンドゴロに切って取り、ワンアウトで迎えるは秋山コーチ。もうこの頃の秋山ですでに結構衰えが見えてるからね。打率2割7分、晩年まで活躍した選手ではあるんだけど、焼き付く的にはもう晩年ちょっと厳しいかなって。でもね、昔に比べたら野球選手の寿命が長いよね。選手寿命がね、金本もそうだったけどさ、金本もそうだけど、今も糸井とか福留とかさ、普通に活躍してるもんね。まだまだ、まあ阪神がちょっと全然若手が出てないだけとも言えるけどね。他に長寿の選手誰かいたかな。まあ石原とかさすがにあんまりあれだけど、出てないけど。死んだとそんなところか。ヤクルトだと青木、これは外野取れる、取れる。新庄の守備範囲です。青木とかがもう復帰して、まあまあって、青木そんなに年じゃないか。青木は年じゃないか。やっぱ阪神が異常か。最後はピッチャーライナー。マジック現象です。おっと、ちょっとノイズが。外野の方がやっぱ選手寿命長いんかな。うん、キャッチャー、ピッチャーとかに比べてね。日ハムにもそんなに年の選手は今あんまいないか。うん、いないな。稲葉ぐらいか。さあ、マジック16ですね。でもこの間、近鉄も1勝2敗で、ピタッとつけてます。2勝1敗で。うん、2勝1敗で。時々自分で実況を見返してみて、言い間違えてんなと思うけど、言い間違えてんなと思うけど、時すでに遅し。どうしようもない。まあ。でも坂東小笠原が打ってるから勝ってるようなもんだな、このチームはな。この焼き付くって別にその必ずしもそのパラメーターの通りに活躍するとは限らんから、一郎まあ打つとしてもね、こんなに坂東小笠原を打つなんて分かんないわけでね。実際この通りに打たなかったりするしね。期待してる抑えの投手がなぜか防御率3点台とかで炎上しまくってたり、そういうことよくある。それこそね、この前のシリーズやったカープのね、1年目から優勝なんつってたやつなんか、全然小林寛平が抑えてくれなかったしね。こうしてみると、いつが7月がやべえ。7月がやばい。なんだこれ。16勝3敗ってすごいな。そんな勝ってたんだ、7月。ランキングをちょっと見てみましょう。イチロー、SCA。そら首位出したトレンはっていう。で、柴原、ボーリックとなっておりますね。ボーリックいいな。いいな、ボーリック。ホームランの方は、中村のりさん。のりさんが CA で。ですね。ホームランランキング、3位にイチローが入る異常事態だけど。異常じゃないんですよ。イチローは日本時代は結構ホームラン持ってたんですね。でも打率トップは小笠原か。へえ。なんで？だ安打数トップか。イチローよりも前を打ってて、イチローよりも安打数が多いということは、つまりこういうことなわけだな。これ出塁率が。つまり、この
小笠原あんまり選球眼が C ってこともあって、あんまりフォアボールを選べてないってことなんだな。つまりはそういうことなんだな。41しかない。イチローが86に比べて小笠原は41だからね。そういうことか。三振も当然多い。よしあしだよね、選球眼の良い悪い。うん、ずっと投手どうすんだっけかな。こうしてこうか。投手は防御率じゃちょっとトップトレンドしても奪三振が気になる。いやー、松坂に関根か。岩本これじゃ全然三振が取れんのか。悔しいな。松坂いいですね。ね、山村弘樹は135キロしか球出ないくせに野球つくないでは猛威を振るうという、これがいいんですよ。この全ほぼシンカーのところ以外全部の球が埋まってるっていうのね。全部の変化球種があるっていうのがいいんですね、焼き付く的にはね。フォアボールがね、フォアボールを打たない選球眼がうんぬんって嫌ね。フォアボールを取れれば出塁率上がる。しかし安打数がそれとは引き換えになっちゃうね。フォアボールまで粘んなくちゃいけないわけだからね。ツーストライクまで追い込まれるとか、だから初球から打っていくっていうのがね、やっぱね、安打数には大事かなって気がする。初球から打つってことは、少なくとも凡打がヒットどちらかであってもフォアボールの確率はなくなる、かなり減るよね。初球を見るとかそういうのをする人はやっぱり当然出塁率というかフォアボールは増えるわなって気がするしね。まあそっちもペイオフというか、ペイオフじゃないな、どっちか取ったらどっちがいいみたいな、なんつうんだったっけ、言葉が出てこない、いたしかゆしいたしかゆしだな。何開発しようかな。おい、けた、もう時間が42分。え、なんでそんなに時間かけてやってるか今日。これはエンコードしたら今日中にあげられるか自信がないですね。5001ディープラーニング。9月入ったらもうあれよ、焼きつく的にはスイスイスイって言っちゃって、もうあっちゅうまよ、もうあっちゅうまよ。あと優勝のシーン見たらもう、あとはもう優勝あるかもっていうやつは全部あれしていこう。あれしていこう。優勝あるかもってやつは全部見ていきましょう。これからね。いや、まあ、次の回ぐらいは、そんなまだ優勝目前じゃないだろうと思うけど。もう上げていいんじゃねえかチケット代。よし。まあ、こんなとこだな、今日は。今日はこんなとこ。あと2週間したら。金子誠も帰ってくるでしょう。そしたら万全の体制で優勝を狙わんとせんって感じだ。よし、じゃあまあ8月最後の焼き付くでした。焼き付くっていうかゲームだな。8月最後のゲームが焼き付くになったということで、今23時3分、エンコードしてあげたらもうバッチリでしょう。こんなまた。